YouTube ライブとかでもね、結構肌綺麗になりましたねって、どういうの使ってるんですかって言われることが結構多いので、今日は僕のスキンケア、何を使ってるのかを紹介していこうと思います。それでは早速行ってみよう。レディーゴー。はい、でまずスキンケアって、洗顔と、なんかその後お風呂上がった後とかすると思うんですけど、洗顔に関しては僕はなんか洗顔剤を使っての洗顔はしてないんですよね。なんか泡立てて泡でこうやって洗うとかそういうことは一切してなくて、もうお湯をこうパシャ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 ってかけるだけの、洗顔っていう感じなので、これは結構僕の中ではおすすめで、あんまり洗浄力の強すぎるなんかそういう洗顔剤みたいなのを使うと、逆にねなんか肌が荒れてしまうみたいなことって結構多いらしくて、だから一回ね洗顔をもうやめてみる。で、なんかシャワーでバーってかけるのは、肌にあんまり良くないらしいので、こう、おけとか、またシャワーをこう手に取ってこうパシャパシャパシャって、かけるっていう、洗い方を一つねおすすめしておきます。なので洗顔に関しては特にこれ使ってるよみたいなものはないんですけども、でちょっと待ってくださいね。じゃあお風呂上がってから、どういったスキンケアをするのか。まず化粧水、これは絶対塗った方がいいんじゃないかなって思ってます。印の化粧水ですね、これ敏感肌用化粧水しっとりタイプ、なんかこれ3、4タイプぐらいあるんですよ。高保湿タイプみたいな、さっぱりタイプみたいな、で高保湿タイプのやつは確かちょっと値段が高かった気がするんですけど、正直何でもいいんじゃないって思っちゃいます。でも結構量が入ってるし、そんなに高くない、いくらだって580、結構使えるのでいいんじゃないかなと思ってます。で、なんかもうちょっとちっちゃいやつは売ってたかな、それでなんか何種類かちっちゃいのがあればなんか試してみたりするのも、いいのかなって思ったり、化粧水は無印を使ってますと。で、乳液も使ってたんですけど、無印のやつを最近は使ってなくて、で、これは普通に買えるんですよ、無印に行けば。で、少し申し訳ないのが、ここから先に紹介するものは、なんていうんですか、医薬品なのでですよね。だからちゃんと皮膚科に行って処方箋をお医者さんに出してもらって、処方してもらうものになるので、そこで
促進皮膚保湿剤、まあ、これが保湿剤なんですよね、うん、で、うん、これ一緒なのかな、あでもちょっと違うかも、これマルホ株式会社から出てて、これニプロから出てますね、まあ、僕はちょっと就活で少しだけねこういうところ見てたので名前は知ってるんですけど、
これがね、海洋抗生物質製剤クリマ、クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% っていうやつ、まあ、これは何なんだろうね。沢井製薬株式会社から出てるやつで、次回の動画配信でお会いしましょう。おやすみなさい。